オートクチュールの女性モデルオートクチュールとは、パリックチュール組合加盟店で注文により縫製される、オーダーメイド一点ものの高級服やその店のこと。フランス語でオートは、高い、高級を意味する形容詞様の女性系。クチュールは、縫製、仕立て服のことで、高級仕立て服を意味する。イタリアのローマでも、高級仕立て服のファッションウィークがあり、日本では、 ローマオートクチュールコレクションと呼ばれることがあるが、イタリア語ではアルタモーダと呼ぶ。腰の広くは1978年アルタモーダに日本人として初めて参加している。オートクチュールはサンディカ所属の加盟店のみであり、日本国内でサンディカに所属せずにオートクチュールと名乗るのは仮縫いや手縫いなど製造工程にオートクチュールの手法を取り入れているだけの店である。 パリオートクチュールコレクションの時期には、ファッション関係者がパリに集まるのをビジネスチャンスと捉え、サンディカ以外のファッションショーも行われ、商談が行われるが、サンディカをイン、サンディカ以外をオフと区別されている。1868年にフランスクチュール組合が創設される。20世紀初頭までパリには多くの高級仕立て店が乱立しており、オートクチュールの企画も曖昧であった。 イギリスからやってきたデザイナーのシャルル・フレデリック・ウォルトが、これらの高級仕立て店をシャンブル・サンディカルとして組織化した。シャンブル・サンディカルの設立により、それまで顧客の一方的な注文やある程度の企画の中から顧客が好みのデザインを指定して作ったり、デザイナーが客の希望を聞きながらデザインする服作りがデザイナーがデザインしたものを、 顧客の体に合わせて仕立てて売るというデザイナー主導になり、顧客にとってデザインを買うイコール芸術作品を買うということになった。単なるオーダーとのこのような違いからデザイナーの社会的地位も大いに高まった。シャンブル、サンディカルはコレクション後に大量に溢れるコピー品にも対応し、新聞や雑誌へ公開まで期限の条件をつけたり取材するメディアが 全ての店を取材できるように、コレクションのスケジュール化を行い、海外メディアへのアピールにも大いに貢献している。組合加盟には様々な規定があり、それらをクリアしなければならない。例えば、1年に2度のコレクションを開催、コレクションでの発表数、アトリエの常駐スタッフの数、専属マネキンの人数などである。加盟店はメゾンと呼ばれ、 生地の剪定から縫製まで一貫して行うためのアトリエを持っている。しかし、急速に縮小しているオートクチュール産業、文化を維持し、新規のデザイナーやメゾンを招致するために、これらの規定は年々緩やかになってきている。製作過程では、コルセットなど特別の部分を除いてはすべて、お針子が人差し人差しで縫いをして完成させる。ミシンは使わない。 刺繍もレースも皆手編みである。デザイナーは、テキスタイルデザインも行うことがある。完成までには二、3度の仮縫いをして、最後に、本縫いということになる。刺繍などの部分的な加工は、ルサージュなどの専門のアトリエに外注されることが多い。ルサージュも含め、靴、帽子、ボタン、金細工などを行うアトリエはもともと、金石工場のような小さな資本のアトリエであった。 そこにオートクチュールビジネスの縮小、顧客の減少が拍車をかけ、経済的に非常に困難に陥っていたが、2000年代にそのほとんどのアトリエをシャネルのメゾンが買い取り、その参加に置いた。それは、シャネルという十分な資本を持ったメゾンが、経済的に資本支援をすることを意味し、パリのオートクチュールという文化保存の意味になり、フランスでは高く評価された。また、 装飾品、帽子や靴などのアクセサリーも専門のアトリエや外部のデザイナーが担当する。オートクチュールは最高の服飾素材を用いた熟練した職人の手仕事による高級服であるため非常に高価である。シンプルなスーツ一着は300万円程度からであり、美しいシルエットのレースやビーズシューの装飾的なドレスなどはその金額をさらに上回る。 そのため顧客は世界中の上流階級であるセレブリティである。1970年代の高級規制服の台頭により、現在はシャネルなどの一部のメゾンを除いては、ほとんどが赤字経営である。1950年代以降、顧客が減少し続けているため、現在ではメゾンのほとんどがプレタポルテも手掛けている。それでもなお、 オートクチュール部門を会社が閉鎖しないのは、オートクチュールコレクションを行っていることで、ブランドとして格が上がり、プレタポルテや香水、ライセンス事業の売り上げに多大な影響があるからである。現在の各メゾンの顧客の合計総数は、はっきりしないが、一説には、毎シーズンごとに注文をする顧客は、世界中で500人くらいと言われている。王校貴族や有名女優、 世界各国のファーストレディたちが主な顧客となる。ジャクリーン・オーナシスは、バレンティーノ・ガラバーニ、オードリー・ヘプバームは、ジバンシー、カトリーヌ・ドヌーブは、イブ・サン・ローラン、アヌーク・エイメは、エマニュエル・ウンガロ、ジャンヌ・モローは、ピエール・カルダン、マドンナとクリスチャン・ラクロは、ジャンポール・ゴルティエト日本人で代表的だったのは、イブ・サン・ローラン、ニナリッチを愛用した歌手のコシジフブキ。 1971年の法王、1975年の法米の高純広報ドレス一式の制作はフランスのデザイナーのピエール・バルマン。オートクチュールのアトリエには顧客の名前の記されたリアルサイズのトルソーが置いてある。1950年代まではパリこれといえばオートクチュールコレクションのことであったがパリでは1960年代からスタートしたプレタポルテコレクションが その後流星を極め、現在では、プレタポルテコレクションとオートクチュールコレクションの双方を指す。毎年1月と7月に開催される、パリオートクチュールコレクションには、サンがカ正式加盟店と、フランス国外招待メンバー、招待されたブランドだけが参加できる。シャネルのパリの店舗、ありがとうございます。